さんに言ってますか。何月ぐらい？1月。雪がありますか。1月何の日ぐらいですか。2日。そうですね、マイクで2日。1月はもう予定がありますね。行きたいですが他の別にいろいろなところに予定がありますか。こちらとこちら。ありがとうございます。このサスペンションのなんかグリースを入れてできますか。そのサスペンションのグリース、そう、このリンクにこの
そのリンクに、はい、あの、はい、まあ、グリス。あ、グリスアップですか。そう、ちょっと、はい、入れたいです。あの、まあ、ちょっと、まあ、多分あるかどうかわからないですから、それはちょっと。いますけど、今日来て、まあ、スニーキングアウトでやった場合で、1万5000円取ります。ああ、すべてです。すべて、後ろ前。そうそうそう、後ろ前。痛みなくですか。なるほど。はいはい、なるほど。これどのぐらいそのかかりますか。その全部もしやったら、まあ、とりあえず1週間預かって1週間のうちに終わらせるような感じ。はい、ああ、はいはい、はい、日曜日預かって翌週日曜日、ああ、はい、それまで2名用意してくれる。なるほど、はい、1日でやれる。ここが大変なんですよ、終わらすのが。そうそうそう、はい、大変なんです。それがちょっと違います。あ、サスペンションですか。車検があると思います。あ、そうですね、なるほど。あ、タイヤのメーカー、はい、どちら今いるんですか。ね、タイヤは実際そんなにあのいろんなメーカーあるんですけど、新車のメーカーですよ。変わっても1000円、2000円くらいなので、そうですね。はい、あ、ピレリどうですか。ピレリも選べますけど、ピレリにはもうちょっと高いかもしれないです。あ、もうちょっと高い。そうですね。前にもちょっと MT21、はいはい、のモデル見ましたけど、ね、まあいいかもしれないですけど。そうですね。よく分からない、まだ走らないでしたから。はい、そうですね。まあ他のはまあ大丈夫と思います。そうですね。あの、まだあのこういう見つからないでしたから、その金属ものはここにはあの合わないです。まあ、まだあの、まあ、ジップで。どうやってこのありますか、その、まあ、はい、ないですか。改造されちゃってる。そうそうそう。その、まあ、ハンドルでちょっとなんか変わりたいでしたから、この ジェットはジェットがありますか、ここに。はい、ジェットキットないです。ないですか。はい、これ買ったらこのあの設定できますか、カーブレーター。セッティングは正直これだけだったらやる必要ないです。必要ないです。必要ない。それはあのここになんかもう切りたいです。切らなくていい。切らなくていいですか。逆に遅くなる。ああ、遅くなります。ああ、なるほど。これはね、キャブ買えないと。ああ、キャブ買わないといけない。ノーマルキャブ。キャブ、どのキャブをいいですか。吉村がいいんじゃないですか。吉村、そうです。吉村。あ、吉村、ここは吉村と。まあ、ここも吉村だったらよりベタだ。あ、キャブは吉村ですか。あ、吉村は何の番号ですか。番号。そう、吉村キャブレーター。え、番号。のモデルの。ああ、いや、その吉村の PMRMJ。ああ。っていうキャブレーターがあるので、はいはい、それを買って。なるほど。そう、高いですか。高いです。10万円くらいします。10万円です。この吉村か、あの景品よりもっといいですか。でもね、オフロードはその辺走れないです。オフロード走れなくなっちゃう。キャブレターが水吸っちゃって、はい、そうだからノーマルが一番。いや、私は走りたいですけど。オフロードですよね。オフロード。でも、水に帰れないです。そう、でも水
ちょっとした水たまりに入る。